こんにちは。福岡県豊前市の小林消防設備の小林です。今日は私が実務上消防設備士として消火器を点検してきて感じたこと、および小林消防設備には女性の消防設備士もいるんですが、女性の観点からですね、消火器を点検していて感じたこと、それをですね、この改良型の消火器に凝縮してみました。素材として使っているのは小林消防設備でも取り扱ってます旧宮田工業さん、現在の森田宮田工業さんですが、蓄圧式粉末消火器アルテシモ、これを使ってます。それで、私自身がですね、ちょっと左手が、ちょっと精密なですね、ちょっと作業がちょっとできなくて、そういったところからですね、障害者の方の観点から消火器の改良と、あともう一点は、女性の観点から、まあ、女性はもう軽さとかが、まあ、非常に重要になってくるんですけど、まあ、軽いっていうところでこのアルテシモを選んだんですけどね、それとですね、あと、この点検しててですね、このノズル線ホースの部分、それがですね、外しにくいっていう、まあ、消火器も中にはあったんで、そういったところの改良っていうのを取りしてます。で、実際見てもらったら安全線とかですね、上下レバーとか諸々の位置にこの蓄光テープ貼ってるんですけどね、これは、例えば、消火器の位置がわからないとかいう場合があった時に、例えば火災でですね、常用電源が遮断されて、例えば誘導灯とか非常灯しかですね、ついてないような、状態の時でもですね、これが消火器が光ってくれればですね、位置がもうすぐにわかるっていうところから、消火器自身がですね 25% 以上赤色仕上げっていうのを、法令上求められてるんで、極端なんです。 75% は蛍光塗料か何かを塗布してですね、光るようにしてれば、暗闇の中でも分かるかな、あと薄暗いところでも分かるかなっていうのがまず一つありました。それとあとですね、もう一点、これなんですけどね、消火器どうしても見てもらったらこの安全性が持ちやすそうなんで、間違ってこれを持って、移動しようってされようっていうですね、方もいらっしゃいますので、きちんと明確にこういったですね、取っ手を設けて、持てるように、改良してます。それであとこのホースなんですけどね、火災の位置っていうのはだいたい前もって想定できます。例えば台所とか厨房とかですね、そういった位置なんで、初めからですね、こういった形でデフォルトで初期の状態でセットしてれば、実際にですね、粉末消火器使ったら分かるんですけどね、かなり視界が悪くなります、粉末でですね。ですから、例えば、最初からもう台所とかにセットしてれば、遠くからですね、上下レバーを押して、安全線の上下レバーを押して、そうすると、その視界がいくら悪くなっても、その部屋の外からしてるんで、避難活動には問題ない、そういった形になりますね。そういった方がいいかなというのと、あとそしたら火災想定以外のところで火事があった場合に、どういうふうにするのかというと、これは、ワンタッチで脱着できるようになってまして、その時には、これをこう持ってですね、こうやっていくというような形で、工夫してます。あとですね、実際に例えば左手が悪い場合に、こうやって安全線を抜いてってなかなか難しいんで、ここにですね、まあ足でこう踏み台ですか、それをですね、この消火器に設けて、それで安全線を抜いて上下レバーを押してっていう作業がこうできるように、こういうふうにしてます。ただちょっとこれには課題があってですね、消火器は基本的に、ホースをつけなくちゃいけない、業務用はですね、っていうのがあるんですが、例えば粉末で、薬剤量 1kg 以下、まあ、ハルゲンだったら、4kg 未満とかあるんですけどね、そういう場合には、原則ホースなんですけど、ホースを取り付けなくていいっていう規定があるんで、現行基準はそういった形になってます。ですからこのアルテシモでもですね、大体10型で、3kg ぐらいは薬剤が入ってますんで、そういった法的な緩和っていうところが必要なんですが、そういった形ですると、それが認められればですね、脱着してこうやって移動して使えますよっていうのが、できるかなと、私自身思っています。簡単でしたけど、小林消防設備の、まあ、男女2名の消防設備士が消防設備点検、消火器の点検の中で、感じたこと、そういったことをこの、小林消防設備の改良型消火器に凝縮してみました。